皆さんこんにちは、デパ地下グルメ前村調査隊のなおです。暑い日が続きますね。あ、児玉さん、暑い、暑いですね。暑い、すごい顔。もういいや。いや、暑いの嫌いもうあれですね、アイスでも食べません。というわけで、はい、アイスを今日はご紹介したいと思います。わー、おすすめがあるんですね。もちろん、さすが児玉さん。というわけで、はい、まず一つ目はこちら、はい、じゃん、中村藤吉のアイスでございます。美味しそう。中村藤吉本店はですね、はい、創業約160年の宇治のお茶の老舗です。もうそのお茶の技術を、うんうん、まあ、結晶して作った抹茶のアイスとほうじ茶のアイス、もう本当に美味しい。これわー、本格的ですね。すごい濃厚です。ではいただきます。どうぞ。すごい色も綺麗ですね。そうですね、もう抹茶の色ですよ。すごい、うん、濃厚。もうお茶の風味がブワーッと広がるでしょ。すごい濃厚です。もう本当にそのままお茶を飲んでるような。そうですね、爽やかさもありますね。夏にぴったりのアイスです、うん、美味しい。こちら抹茶ですけど、ほうじ茶の味もございまして、こちらももうほうじたお茶の香りが口の中にものすごい広がりますね。こちらも楽しみですね、うん、ではほうじ茶いただきます。はい、どうぞ。うん、こちらも濃厚です。お茶の風味がふわっと口いっぱいに広がります。もういろんな方にお楽しみいただけるアイスだと思います。優しい甘みが特徴ですね。そうですね。おすすめするのはこちら、はい、フランスの名門ショコラトリー、うん、ラ・メドン・ド・ショコラのアイスです。嬉しい、大好きなんです。もうね、やっぱチョコレートの名門としてね、やっぱ人気のブランドですけども、うん、はい、アイスクリーム超美味しい。これものすごいね、やっぱチョコレートブランドならではの濃厚さっていうのが魅力ですね、うん、まあ、ぜひぜひ一度お召し上がりください。ありがとうございます。ぜひこちらの定番の、まあ、ショコラを一つお召し上がりいただきたいなと思います。ではいただきます。まあ、これさすがですよね、フランスの名門ショコラトリーならではですね、もちろんも厳選したチョコレートを使ってですね、お口の中に広がる濃厚な香りとでも上品な甘さがやっぱり魅力的だと思いますね。チョコレート好きにはたまらない、たまらないです、一品だと思います。美味しいです。他にも阪急オンラインショッピングには夏にぴったりのひんやりアイスデザートをたくさん取り揃えております。ぜひ阪急オンラインショッピングでお問い合わせしてみてくださいね。いっぱいございますのでね、ぜひぜひ覗いていただいて、美味しいアイスで、美味しい夏休み、うまいこと言いましたね。